ごきげんよう、テレピボンヌです。さあね、今回もやっていこう。まあ、前回ね、なんかいたんだよね、向こうの方に。スピード上げとこう。確かゴーレムだったかな。もう消えてるね。おお、なんだ？現れたぞ。なんだこいつ。あれ、ステータスとかが表示されないな。見るからにやばい。手からなんか生み出してるし、ちょっとこれ近づいてみるか。あの、大丈夫かな。下のなんか生き物とかには攻撃してない。近づいても大丈夫な系なんだね、こいつ。結構でかいけど。どうした？どうした？どうした？やばいぞ！やばい！待て待て！動けない！なんか出してきたよ！突然なんか攻撃し始めた！これやばいな！あ、今日死にます、早速。お疲れ様でした。さま、気を取り直してやっていこう。なんだここ。やばいな。どこだここは。やばい、ここ危険が多いな。ちょっと裸だと何もできないからね。もうさ、なんとかね、いろいろ準備は整いました。いや、まさか召喚してくるとは思わなかったな。いや待って、なんかいるぞ。鳴き声してきたと思ったらこいつだったか。あれ、でもそんな強くはない。ちょっとでもあれは捕まえときたいな。一回気絶しておこうか。あれ、気絶しないの、もしかして。やばいな。待って、こいつってもしかして天使バージョンじゃない？これ天使の輪っかがついてる天使の大雲だ。来た来た、よし、これで殴やってみよう。おい。おーっと、やばいぞ。待て。あれ、入らないぞ。ボールが弾かれる系かもしれないな、これは。一回離れとこう。よしよし、今目的はこっちだからね。もうなんか召喚されてるし、やばい、来た来た。近づくと現れるんだね、あいつ。ちょっとあのコウモリみたいなのが怖いな。確かあれにやられたからね。いや、これどうしよう、近づけないな。ちょっと周り守られてるね、あれ。よし、この上の方で降りて。大丈夫だよね。さあ、こっから行くぞ。まあ、このボールが入るかどうかだけど。よしよし、こっから投げまくって。やばいぞ。あれ、当たってないのかな、これ。よしよし、どうだどうだ。やばいな、だいぶ近いぞ、これ。いや、ここはもう死ぬ覚悟で近づいていくしかないね、もう。よし、うわ、近い。スイッ、いいよ。来た、入ったぞ。よし、待てて。よかった、コウモリは襲ってこなかったね。さあ、じゃあここら辺で出してみるか。ほい、おお、でかすぎ。なんだこのでかさ。早速比べてみると、でも全体が見えないぞ、こいつの。でかすぎて。うわ、なんか埋まっちゃうな、これ。見てみて、これかわいいな。ちょっとギリギリ見えるか見えないところがね、いいよね、このヒゲ面のおっさん。かわいいな、そういうことで。そう、さっきはよく見えてくれたな。よし、こいつら
潰していこう。あれ？おお、あれ？おお、来た来た。いや待って、さっきの雲がいる。あ、やばい、なんか投げちゃったな。大丈夫か？よしよし、ちょっとだけ攻撃してみるか。おい、おお、大雲を倒した時の BGM が、うわ、なんだなんだ、やばいな、もう。え、ちょっと待って、こいつって、あ、あの世に行きましたね、これは、無事。よかった。天使の輪っかがついてて、なんでこの世界にいるんだろう。まあ、でも、あの世に行けたからよかった。ひっくり返ってるし。なんか、レベルが結構上がってるね、これ。スピードに上げまくってみるか。こいつは体力めちゃくちゃあるからね。よし、どうだこれで。おお、早い。なんだこの速さ。待て待て、これやばいぞ。無双できる、すごいな。なんか滑りながら移動してる。まあ、大抵こういったでかいやつって動きは遅いんだけど、こいつ早すぎでしょ。お、なんだ、滑ったぞ今。なんだ今の。ちなみに水中はどうだ。おっと、なんか攻撃しちゃったね。水中も早いな。なんか滑るね、氷のように。なんだなんだこの動き。いや、でもこれ一瞬で世界一周とかできそうだな。なんかいるね、ここ。お、ワイバーンだ。2匹も。よいしょと。お、いいね、いいね。よし。さ、こんな感じで。お、川を渡ってって。あ、来た来た。海だ。よし、ちょっと泳いでみるか。泳ぐとどんな感じだろう。おー、なんだこのジャンプ力。あれ？なんだこのジャンプ力。すごいな。そしてやってきた。あれ？でも。あとね、水中は泳げない。水中は歩くことはできるけど、落ちたら戻ってこれなさそうだな。やっぱ重力とかあるんだね、こういうのって。よしよし。レベル高いな。おお。なんか崖のところをうまく滑ると、こんな技ができるね。地面の上だとジャンプとかはできないけど。お、やばい。落下ダメージ結構食らっちゃったな。落下ダメージは結構食らっちゃうんだね。だってなんか重量が。え、なんかアイテム拾いすぎでしょ、こいつ。どんだけ持ってんねん、この肉とか。よし。レベルがめちゃくちゃ高いな。8万とかやばすぎでしょ、これは。よしよし。あれ？やばい、落下ダメージで。死んじゃった。いや、ボールに戻されただけか。よかった。なんかいるね。来た来た。なんだこいつ。ちょっと捕まえとこう。さ、ということで、一旦回復してきました。え、なんかこいつの周り光ってるな。なんだこの光。そして、でかい。こいつとちょっと比べてみると、ま、身長はティタノサウルスより、高くはないか、さすがに。ま、ちょっと首伸ばしたらティタノサウルスの方がでかいよね。いや、でも乗れちゃいそうな、このでかさ。ちょうどよく乗れちゃいそうな感じだね。さあ、みんなやってきたよ。まあでも今まで捕まえた、この神生物の中では、一番でかいかな。さあ、ということで。おお、ルカリオ捕まえてたんだ、そういえば。そして、来た。いやー、もう拠点がやばくなってきたな。ということで、新しいおもちゃが何匹か増えましたね。
いやー、これはボス戦が楽しみになってきたね。といった感じで、まだまだね、次回もいろいろ捕まえていこうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。お、植えて、とりあえず上路で水やりでいこう。お、やばいしょ、雲でいこうかな。雲の方が美味しそうだしね。お、じゃここで食人植物からのハエ展開見てみよう。ハエ、これは食えそうだけど。ハエ叩きだね、やっぱり。でかいし。うお、増えた。